体の言葉。私たち2人は今日皆様の前で結婚式を挙げることができたことに心から感謝いたします。直前まで結構バタバタだったので、フラワーガールの子たちもいたし、リングボーイもいたし、そんなに緊張しないと思っていて、なんか自分でもびっくりしたんですけど、言葉が出なくなるっていうことが初めての経験だったので。そしてここに結婚の誓いをいたします。이자리에서결혼서약을하겠습니다。友達との食事会で隣に座ったんですね。その時に指に包帯巻いて来たんですよ。痛そうだったんですけど、笑顔でそれを全部説明してくれて、面白い人かなと思ってたんです。偶然代々木の駅で会った頃からすごくなんか打ち解けてくれるようになって、あ、すごい笑う人なんだなっていうことが分かった。付き合ってくださいって言われた時にすごく誠実だったからいい人かなと思って嬉しかったです。今日はおめでとう。雨も上がってよかったね。私も3人姉妹、ジャーヘンも3人で、お姉さんが2人いて、小さい頃の写真をお互いの家で見た時になんかすごく似てるなと思って。お互いの家族を大切にします。서로의가족을소중히하겠습니다。笑顔の絶えない家庭を築きます。웃음이끊이질않는가정을만들겠습니다。私の家族はジャーヘンの家族に初めてこの前会ったんですけど、重い式になっちゃうかなとは思ったんですけれども、まあ言葉も通じないところもあったので、本日は私たち2人のためにお越しいただきまして本当にありがとうございます。오늘저희들을위해이자리에참석해주셔서대단히감사합니다。だけど意外と、まあ、楽しかったかなと思いますね。あんまり初めて会った気がしないっていうか、やっぱり国も違うし、今まで会ったこともない、言葉も通じない、だけどあんまりその距離感がなかったねっていうことを家族で振り返ってました。오늘의이서약을마음깊이새겨서로의힘을모아함께헤쳐나갈것을기대합니다。まだまだ行ってみたいところとか、一緒にやってみたいこととかがあるので、まあ、それをちょっとずつ仲良くやっていけたらいいかなと思います。死ぬまで隣にいてくれれば幸せかなと思ってますね。